あ、次が起きたらどんなやつがいいかみたいな。いやー、予算とかもありますからね。なんか、ギターとかこう、最近買いました？最近はね、あ、買いましたよ。あ、俺ですね、それで、本当は今日動画撮りたかったんだよ。何すか何すか？買ったやつ。あ、あ、弾きますそれ。何すか何すか？え、500枚以上。いやいやいや、これね、動画にしたいんだよな。あ、じゃああんま出さない方がいいんじゃないですか。もう、ネタバレになるんで。そうっすね。これちょっと動画で撮りたいです。あ、でもまあいいけど。え、自分で買ったやつ？自分で買ったやつ。いくらぐらいなんですか？ざっくり。言えないっす。高い。売る可能性があるんで。あ、買い付けして売るみたいな。そう、なんか、まあ、そうっすね。正直あの、メルカリで買ったんです。へぇー。で、めっちゃ気に入ってるんですけど。売るっすか？今のところは売りたくないなと思ってます。うらんとこなんか上にお兄さん上に誰かおるんすか、なんか赤いビザルチケン売れみたいな何を買ったメーカーどこを買ったのフェンダーっす。あ、フェンダー。あ、ちなみに動画には一応なってるんですよ、それ。へぇ、あ、そうなんすか。ただ、西尾さんに俺これ弾いてほしいなっていうのがあって、それなんでかっていうと、え、なんでなんすか、なんすか。まあ一回撮るか、普通に。なんかうわめっちゃカッティングが気持ちいいんですよ。これがまた。なんでなんすか？いや、これちょっと弾いてもらいますか？弾いてみたい。今もうカッティング弾いたらモテるっていう時代ですか？いや、そうそう、だから、ついに俺のモテる時代が来たじゃないですか。でも40からモテてもね。切ないですよね。これね、弾いてほしいんですよ、ね。なんで早くその時代が経過っていうの。いや、何年生ですか、これ。これね、79年生。あ、どうもすいません。あ、なんか、なんか、なんか、なんすか、これ。そう、なんかね、めっちゃ気持ちいいんですよ、これ。なんかね、音切るじゃないですか。バッて言う。そうそうそう、なんかね、そうなんですよ。これ、買ったやつってことですよね。そう。なんかネック不思議じゃないですか。ネックもそうそう。V やからなのかな。V っぽくてちょっと角張ってるみたいな。なんか不思議な感じ。ちょっと細いわけでもないんですか。ちょっと細いっすよね。気持ちなんかそんな感じしますよね。うん、なんか、やっぱ細 V みたいな。で、へぇ。これ問題、ポイントは、ここは、ちょっと裏見てます。裏。これ。これ。いや。そう。ああ、そういうことか。ちょっとこの人アマチュア。人気の秘訣だ、これ。素人でやってまんねん、これ。ほんまっすね。ほんまっすよ。これだってもう、ここもないの、もう。全然気づけんかった。玉がないのパターンですよ、これも完全に。これでしょ、みたいな思ってましたけど。よう考えたらちゃいますよ。あ、だから、詰まってんじゃないですか。そう、やっぱタイト、音がタイトだから。ねえ、そういうことですよね。そう、でもやっぱストラトなのに。あ、ストラトってじゃあここ埋めりゃなんか変わるんじゃないですか。いや、あると思う、あると思う。だから5本張りより全然こっちの方が。確かに確かに。あー、そういうことか。ジャクジャキするっていうか。だからこの張りなんじゃないですか。なんかちょっと、確かにレスポールまでいかんけど、なんか不思議な感じしますよね。そう。すごい。はー。いいっすよね、この感じにあんま気づけんかった、俺。そうだね、可愛さアピール。普通なら、あーってなんだろ。ああ、言われてみれば。いいっすね、これ。これ売り物じゃないですよね。これは今んとこ売らないです。なんかもうこのカッティングがすごい良くて。これであれじゃん、高校生ぐらいの子が来たらどうします？ちょっとこれ女になりたいっすよ、つって。いや、だから、それで、ちょっと一回こう探して、ちょっと敷いてもらいたいねって上がるんですよ。あ、いい、なるほど、言ってください。これなんですよ、サビルローっていうね。はい。まあ意外とうちでも人気のあるやつなんですけど。あ、作ったやつですね。そうそうそう。
これなんかデザインちょっと普段と違いますね。そう。これがね、うん、これとこれで引くと、マジっすか、めっちゃいいんですよ。あ、ちょっと重ないっすかこれ。70連打重いんでしたっけ。まあ、重いの多いですね。で、これはね、3.8kg。で、あんま重くないっすよ、だから。え、これ3桁いかないっすよね。いかないっす、いかないっす。俺昔70年代のヴィンテージ結構前に借りた時に安かったんですけど、うん、やっぱ値段上がってきてるんですよね。まあ40万ぐらいだと思う、多分。相場的には早めに買わんと。これでカッティングめちゃくちゃ気持ちいいんだよな。あ、ちょっと絞った方がいいっていうのもあるんですか。感じがやっぱこういい音の証拠じゃないですか。あ、アコギっぽい。アコギっぽくもある。ね、あのなんかこう余韻がなんかあるんでしょうね。ほんまにパスって切れるやつ。空間系なしできつい、弾くのきついじゃないですか。あ、これどっちがいいからなんですか。ん？これがいいからか、これがいいからか。まあ、オフだな。いや、もう、
これがいいんじゃないですか。いや、でも全然ね、これもこだから。両方。俺はこれ、つけっぱの方がいいっすね。そうそうそう。ねえ、だいぶ張り変わりますよね。いや、そうだし、なんかそのグルーヴがどうだろうってすごいずっと言ってたじゃないですか。はいはいはい。やっぱその最たるものってカッティングだと思うから。確かに。こう、あるのとないのだいぶ変わりますね。そうそうそう。全音のそのまま書きみたいな。これね。してくださいよ。鼻水出ました。ギター弾いた後鼻水出てないとモテないっすよ。これはね、皆さん。でもコリオンっぽくなりますよね。これなそうっすね。確かにあのね、このタイト感、あの、はい、黒人よりもちょっとやっぱあのコリオン今っぽいのかな。いやでもそうそう。これを、はい、いいですか。まあこのまあちょっとエフェクターの紹介になっちゃってすいませんねって感じなんですけど、これがこのハーフトーンにして、はい、これ歪ませると、あれロバートグレーの話この前シクラさんとしてたじゃないですか。しました。じゃあ、あの系の音ですか。確かに。このあの、なんか、やっぱ俺の判断基準って、はい、空間系なくてもいけるやつって、やっぱね、いい。お任せじゃない。そうそう、そう。なんかあれ、踏まないとしんどいやつってなんかあるんですけど、あるあるある、これまんまでいけますよね、マジでね。これ、ブルース、はい、聞くと、あの黒人っぽい感じの。マジっすか。ブルーじゃない。まあでも両方のあれもあるし、こいつだけの単体の力もやっぱかなりあれなんでしょうね。確かに。これもう売ってるんですか。売ってます。これめっちゃ良くないですか。お値段なんとこれいくらだったっけな。4万ぐらいです。4万で買えますから。確かにあの音しますよ。あの音っぽいでしょ。やっぱ外人っぽいっすね、感覚が。これ外人、これは外人っぽいっすよね。なんか作ってたら、うん、作ってて、はい、もともと作ってたんですよ。それで、はい、コリウォン見て、はい、あれコリウォンこれ使ってねぐらいの感じだったんですよ。同じやつ使ってこない。そう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 。確かに。そうなんですよ。これ、めっちゃ俺好きかもしれない。ブルースの、ちょっと最近勉強してるんで、なんかこういう。この、俺こっち好きっすね。
黒人って結構このパキッとした音をガーって出す感じがあるから。確かに。あの、ペケペケの音でしょ。そうそう。確かに。いいっすね。これなんかね、最近、より好きになってきてる。なんかね、あの、ベルラムとは違う光沢を持ってる。あ、そうっすね。なんかリズムがめっちゃ出るんですよ。たまんないですよ、これ。そう。で、あ、俺弾けば弾くほど、やっぱね、最初弾いた時はね、配信用の俺なんですよ。そう出た。いいっすね、のやつな。そう。ボールみたいなやつ。配信用の俺で、今はね、ナチュラルトーン。これめっちゃいいじゃないですか。そう、で、俺なんかハーフトーンってあんま好きじゃないんだけど、はい。これだとめっちゃいいんすよ。これ、指で弾いたときめっちゃいいっすよ、皆さん。ほんまに、マジで、ちょっと弾き倒そう。いや、これマジでね、ちょっと、忖度抜きに。感じがしますよ。
これなんかね、はい、外人の感じなんですよ。あ、そう、そう。ちょっとレイボーンチックな感じもあるな。レイボーンがね、めっちゃ絞った時のクリーンもね、なんか近しい。そう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 。え、これ違うサウでもこうならないですか？いや、なるけど、はい、これがめっちゃ合うから。あ、でもやってみます。なんか、もし聞こえてるのは一緒かもしれんけど、うん、本人はあれですよね、これの組み合わせの方がいいっていう場合が、え、あるんですよ、ね。ストラトにしますか、じゃあ。あ、ストラトいいっすか。ちょっと、なんかギター系 YouTube らしい配信になってきたんじゃないですか。これで、最近俺がお気に入りのスクワイヤー。これいくらで買ったんですか？これは言えないっす。え、買い取り、店で買い取りで入ってきたやつ。あ、そうなんですか。スクワイヤーは結構ね、プロでも使ってる人が。ピックアップもなんか普通の弾丸かなんかな、あ、やっぱちゃうな、あ、ちゃいますね、リズム、マジリズムに超特化してるなと思って、なんかね、もっとはっきり聞こえる、そうそうそう、ネックの感触も結構いいかもしれないですね、なんか直で音が聞こえる、ギターによる個性ってすごいあるなって感じ。確かに。感じ。個性です。なんかテレキャスとかの方がやっぱ、ああ、だペケペケな。こっちには近い。確かに。これなんかネックの太さいいっすね。これネックが良くてね、これ。そうそう、だから俺多分西尾さんにハマるなと思ったから、はい、これ紹介したいなと思ったんですよ、はい、ハマる子ですよ、そう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 、分かってくれてるじゃないですか、いや当たり前じゃないですか、もう何年の付き合いは思ってるんですか、まあ2年ぐらい、嫌だよ、嫌だよ、これでもなんかね、ボディの、でもボディこれは一緒なのか、まあこっちのはちょっと重いっすよね、なんかネック持った感じとかが、うん、距離が近く感じるんですよ、こっちの方が。フィットしてる感じが。これはなんかね、ちょっと長く弾かないと、わからないとか。だから、いいっすねーの感じでしょ。こっちは。確かに。これ忖度ともくんが出るかもしれない。忖度ともくん。でも、30分ぐらい弾いたら、うん、もうナチュラルともくん。ああ、そうそうそう。あ、でもね、今でもね。これスクワイヤーっすか、確かに、でもここにスクワイヤー書いててめっちゃうまいやつ、かっこよくないですか、まあそうっすね、ねえ、いいっすね、でもこれもハードテイルにして、はい、ピックアップとか、はい、まあこれピックアップもこっちオリジナルのやつで、あこれ、うん、で俺はうちのピックアップ乗っけてた時のが好きだった、あそうなんすか、こういうフレーズはマジでこっちなんです、確かに
この指弾きの帰りは輪郭変わりますよね。そうそうそう、確かに。いや、売れますわこれ。これいいっすよね。あの投げ銭せんでからみんな買ってくれ。これを。いや本当にでもいいゲームだと思うんだよな。配信してるじゃないですか。配信してるとは思えないぐらい俺ちょっと酔っ払ってきてます。